ジャスキサバレレラのおちゃんです。こんにちは。今日はですね、テナーバトルのレコードを紹介したいと思います。ですね、3人ですね、3人なので、誰がリーダーということではなくてですね、そういったレコードをお届けしたいと思います。今日お届けするレコードは、こちらになります。ですね、ここに書いてあります、The Brothers ですね。それで、コーン、パーキンス、カミューカ、コーンというのはアルコーン、この人ですね。それからパーキンスというのはビル・パーキンス、この人ですね。それからカミューカ、この人がリッチー・カミューカです。全員白人ですね。はい。それでこのザ・ブラザーズというこの言葉に意味があるわけですよね。ブラザーズというとジャズに詳しい方は、ウディ・ハーマンの、フォー・ブラザーズというもう有名なフォー・ブラザーズを思い浮かべると思いますけども、それで3人ですね、この同時ではないですけれども、ウディ・ハーマンにいたわけですね。アルコーンは1940年代にウディ・ハーマンのセカンドハード、2番目のセカンドハードという、メンバーでいました。その時のフォーブラザーズというのは、ズート・シムス、スタン・ゲッツ、サージ・チャロフ、それからアルコン、このフォー・ブラザーズと言われている。それからビル・パーキンスは、サードですね、サード・ハードの時に、リッチ・カミューカもそうですけども、いました。ウディ・ハーマンのサード・ハードに。それで、ビル・パーキンスは、サード・ハードを抜けて一時スタン・ケントンの楽団に行って、それからまたウディ・ハーマンに戻ったという経歴があります。いずれにしてもですね、なんて言いますか、まあこのウディ・ハーマンのフォー・ブラザーズの人たちとかこの人たちもですね、その音色がですね、やはり、アイドルがいたわけですね。それがレスター・ヤングですね。レスター・ヤングがアイドルだったわけですよね。ですので、この、なんて言いますか、それほどグイ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 、このブローをブルンブルン吹くサックスではなくて、本当にスーッといく、これが好きな人はたまらなく好きだと、こういったプレイヤーが出て、私なんかはこのビル・パーキンスが大好きです。ですので、ビル・パーキンスに関する、レコードは、結構持ってるんですけども、非常にいいですね。ビル・パーキンスは秋吉敏子ルータバキンの、バンドに在籍してたこともあります。はい。それで、このライナーノーツにも書いてあるんですけれども、これ1956年です。それで、この3人をですね、交互に吹いたりとかですね、するんですけれども、この3人を見分けるのはね、非常に難しいということがライナーノーツに書いてあります。まあまあその通りなんですね。はい。ですけども、私は、ビル・パーキンスが好きなんですから、ビル・パーキンスが出てくると分かります。あ、ビル・パーキンスだなというとかですね。ただまあそうですね、ここら辺がですね、怪しいなと、私自身怪しくなるなということもありますけれども、それでも分かります、大体。はい、分かります。それで今日お届けするのはですね、1曲を除いて、アルコーンの曲だったりとか、ボブ・ブルックマイヤーとかナット・ピアスとかですね、いわゆるこのジャズの、そのミュージシャンでありながらコンポーザーとしても非常に発揮をする、そういったジャズミュージシャンズソング
ミュージックがチューンが、ほとんどなんですね。ただ一曲だけそれを今日お届けするんですけども、ブルースカイズという曲です。アービン・ベルリン、有名なアービン・ベルリンの曲ですね。トミー同士でフランク・シナトラ歌ってますね。それから最近ですとダイアナ・クラールもブルースカイズを歌ってますね。はい、もう名曲です。そのブルースカイズを、この3人の演奏、短いです。全て短いです。これ6曲ずつあるんですけども、まあ、この3人でダラダラダラやられてたもんですよ。くどいですよね。テナーパッドがくどくなりますので、そこら辺が非常にこの企画が素晴らしい企画だと思います。それでそのブルースカイズは、先に言ってしまいますと、リッチー・カミューカがメロディーを中心にしてて、このパーキンス・アルコーンがですね、補助に回る、そんなアレンジになってます。はい、ではいいでしょう。はい、ではタプラザーからブルースカイズお届けします。ジャズはいいよ。Thank you.